バルクキャリアの三兄弟。どうも、いわきの妹こと小名浜一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL よ。さて、今日も変わらずやってまいりましょう。Here we go! おや？こんなところに白くて可愛らしいお船を発見したよ。なんて書いてある？てるしま？てるしまっていうお船なんだ。ん？あそこに書いてあるロゴマーク、どっかで見たことあるなと思ったら、福島県マークでね、福島の府をモチーフにした福島県のお船なんだね。なになに？どちらのお船かっていうと、海上保安庁の国のお船なんだね。あなたの役割なんだっけ？あ、巡視船だよね。巡視船、海の警察だったよね。海の警察として海の上の犯罪や事故を防止するための巡視船だったよね。もちろんもちろん、漁師さんたちの漁業権に触れないように密漁がね、行われてないかね、チェックしたりする、そんな仕事もされたりするみたいですよ。さて、画面を引いて反対を見てみると、あちらに小さな事務所があるよ。ほら、てるしま。テルシマに乗っている方たちはここを拠点にね、出発してるんだね。さてさて、お次に登場してきてくれたのはこちらのお船。なんてお名前のお船ですか？ズームアップ、山桜。あ、山桜っていう名前のお船なんだ。素敵なお名前だね。あなたのお船の会社さんはなんていうの？ん？あ、川崎近海汽船。川崎近海汽船って言うんだ。え、なに？ご出身はどちらなの？あ、東京なの？あ、東京なんだ。ある程度大きな会社になっちゃうと、本社はね、皆さん東京に置くみたいね。そしてそして、あなたのお仕事はどんなお仕事なんですか？ん？東京電力向けの石炭専用船なんだって。東京電力向けの石炭専用船。え、具体的にどんなルートをお仕事されてるのかな？はい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 、ここ小名浜から広野の火力発電所のずっと往復するような、そんな石炭専用船なんだって。石炭専用船ってことは、石炭を使って発電をするために使われる石炭を運ぶ船なんだね。え、石炭、石炭ってさ、大体どのくらいの量運んじゃうの？うん、なになに？1年間で、なんと、え、どのくらい運ぶと思う？みんな、どのくらいこのお船運んでくれちゃうと思う？正解はなんと、年間120トンもの石炭を運んじゃうんだって。こういったお船のご活躍で、東京の電力の安定供給が図られてる、そんな重要なポジションを任されてる、そんなお船なんだね。ほら見てよ、奥の方なんかめちゃくちゃ大きな壁が立ってるように見えるよね。もう軍艦みたいな、そんな印象さえ受けるよね。夕方にこちらの映像を撮ったんだけども、もうすでにね、ライトアップされてますよ。そしてタグボートの T マーク書いてあるけども、誰があそこ押すんだろうねこんな大きな船、誰が押すんだろう。んー、どれどれ、山桜さんのホームページ見ちゃお。何、海上輸送のベストパートナーと人に優しい豊かな社会の実現に向けてってことで、ね、社長さん渋くてかっこいい。どうしよう、キューン。なんだろうね、なんだろうね。船の会社さんのスローガンってロマンチックだってこれまでも言ってきたけども、船の会社の人たちも渋くてダンディーな人が多いのね。あ、キュンキュンです。
さてさて、続いて登場してきてくれたのはこちらのお船、オレンジの大きなお船だね。なんてお名前なんでしょうか。オーネストスカイ、オーネストスカイ、誠実な空。すっげー爽やかな名前だね。どれどれ、あなたの会社のお名前なーに。春山海運株式会社。春山海運株式会社なんて、春の山の海運、またこれ爽やかな名前だね。出身はどちらなの。パナマ、パナマなの。あれ、パナマって言っても春山海運って会社の名前だよね。どう考えても日本の会社名だよね。よくよく調べてみると、こちらのお船、便宜知的船という扱いになって、国籍はパナマに置いてるけれども、実際は愛媛県今治市が出身なんだよね。じゃあなんでそんなことをわざわざしてるのか。それはパナマ籍にしておくことで税金面だとか人件費を安く抑えられるって、そんなことを勉強したよね。うわ、見てよ、あのえぐい重機。一体何をするお船なんでしょう。お、なになに、バルクキャリア船。バルクキャリア船ってなんか聞いたことあるね。バルクキャリアっていうのは、運んできたね、荷物を梱包しないでそのままぶち込んで運んできちゃう、そんなお船だったよね。じゃあ何をぶち込んで運んできちゃうのかっていうと、木材チップやコンテナ、自動車を運んできてくれるんだって。うわ、すっごいね。これだけ大きかったらそれは自動車も乗るわな。どれどれ、こちらの会社のホームページも覗いてみちゃおーっと。ん、なになに、航海に安心を乗せて、乗せてをかけてるんだね。荷物を乗せると安心を乗せるをかけて、うまいこと言う会社さんだね。うん、何あれ、なんかクレーンで、クレーンでショベルカーを吊り上げてる。うわ、あんなことってありえるの。信じらんない、アンビリーバボー。そして今日の最後の大きなお船はこちらのお船でございます。なんか大きな漢字が書いてある素敵なお船だね。なんてお名前なんでしょうか。文徳、文徳じゃないんだ、ウェンデって読むんだ、ウェンデウェンデこれ言い方だけの問題かなさてさて、あなたはどちらからお越しなんですか。うん、なになに、香港、香港から来てくれたの。なになに、持ち主さんの会社さんはフェンガファーシッピング、フェンガファーシッピングって言うんだ。ちょっと英語表記だと発音がよくわからないね。ほらほら見て、船の先端傷だらけだよ。あちらも調べてみると、自分の怒りのね、チェーンがね、ガリガリ当たってああいった傷がね、できる場合もあるんだってよ。知らなかったよ。そしてあなたのお船の役割は何ですか。バルクキャリア船、さっきの出てきたお船もバルクキャリア船だったよね。バルクキャリア船っていうのは、荷物を梱包しないでそのまま運んできてくれる、そんなお船だったね。今日はバルクキャリア、バルクキャリアっていっぱい言ってるけども、どんなバルクキャリアの種類があるんだろうね。ん、なになに、ケープサイズバルカ、ケープサイズバルカーっていうのは、こういったバルクキャリア船の中でも最も大きい種類のことをケープサイズバルカーっていうんだって。だから今日来てくれてるこのウェンデっていうのもケープサイズバルカー、めちゃくちゃでっかいお船なんだね。続いてハンディマックスバルカー。ハンディマックスバルカーはさっきのケープサイズバルカーよりももうちょっと小さいサイズのバルク船のことを言うんだって。あそこになんか書いてある、住友、住友って書いてあるよ。あの財閥の住友かな。
船の真横にはめちゃくちゃでかい荷受けの機械が置いてあって、その下にはたくさんのトラックが待機してるね。うわすっごいね。この上の様子見てみたいね。どんな感じで荷物を取り出すのかな。どれどれ、ホームページを見てみるとこんな感じ。ケープサイズバルカンの揚げ荷役だって。うわすっごいめちゃくちゃでかいクレーンで荷物を吊り上げんだね。それがあの重機なんだね。うわすっごい。あへえ、あそうだったんだそうだったんだ。ノースモーキングだよ。タバコは禁止なんだね。何か発火するようなものが積まれてんのかな。今日はバルクキャリア船の3兄弟でした。はい、いかがでしたでしょうか。いつも通り小名浜港をうろちょろしていたら、めちゃくちゃでかいお船が並んで止まっています。調べてみると東京電力に石炭を運ぶ山桜さん、愛媛県からお越しのバルクキャリア船オネストスカイ、そして香港からお越しのウェンデを調べる会でした。それではコメント返してまいりましょう。石森さん、 TikTok から来ました。自分も福島です。よろしくお願いします。福島の方ようこそ。次の方、渡る鈴木さん、ぜひコンテナってください。何、鈴木さんコンテナが好きなの。コンテナって世界標準の形だって知ってた。はい、ですと大戸博さん、ためになるな。小名浜港は知ってても中身が全然知らない。会社とかお船とか勉強になります。目標達成おめでとう。あとは貯金だね。頑張ってください。いつもね、博さんね、応援してくれてありがとうね。みんなの応援のおかげでね、もうワンステップね、新たなステージに行けたような気がするよ。引き続き応援よろしくね。最後まで見てくれたあなたが大好きです。バイバイ。いつも小名浜一人暮らしチャンネルを見てくれているそこのあなた、どうもありがとうございます。いつも楽しんでくれてありがとうね。ちょっとここで私からお願いがあります。ちょっといいですか。結構真面目なお願いです。私の直近の夢はアジア圏に旅行しに行って、それを皆さんにお届けしたいっていう夢があるんだ。その夢のために今資金を貯めてるとこなの。そちらの資金源にするための主な収入は広告収入で考えているのね。そしてその広告収入を得るためには、あと少し、もう少しみんなのご協力が必要なんです。そこで私からのお願いは一つだけ。再生時間が少し足りないんだよね。だからリンクの再生リストをぜひ回してほしいんだよね。寝る前に流しながら寝てもらうだとか、普通に私のこれまでの動画をいっぱい振り返って楽しんでいただくのもありだと思うの。それがこの YouTube との広告収入との条件になっていて、あとちょっとでクリアになるから、ぜひね協力してほしいわ。ほら、朝日とともに私の夢もすぐそこまでやってきてるの。ここまで見てくれたあなたが大好きです。私を信じてついてきて。それではまたお会いしましょう。次の動画でバイバイ。福島県いわき市の妹、香港からのドライバルク船にニーハオ。福島県いわき市の妹、プレジャーボートを覗き見。福島県いわき市の妹、石油のオンパレード。プロジェクトウッディ。ちょっとそこのあなた、私の夢を語っても良いかしら。私ね、一度でいいから海外で暮らしてみたいの。それもできれば東南アジア圏、具体的にはタイに行ってみたいの。え、
なんでタイかって？それはね、物価がリーズナブルなところと、日本では見られない食材や文化、人との交流をして生きてみたいの。もちろん、タイでの暮らしも YouTube からお届けするわ。これを聞いて、なんだかワクワクしてこない？そこで、みんなにお願い。一度、タイへ視察旅行してみたいんだ。じゃあ、具体的にいくら必要か、軽く計算してみると、ざっくり約15万円貯める必要があるんだ。今のところ、私の貯金は5000円。というわけで、あなたの力を少しでいいから、私に分けてくれないかしら。ご支援は、ダイレクトメール、もしくはペイペイでお願いします。詳しくは概要欄で。福島県いわき市の妹、中国に咲く一輪の花、トヨペオニー。福島県いわき市の妹、すれ違うお船に大興奮。福島県いわき市の妹、生マッコウクジラ初体験。福島県いわき市の妹、えな港を探検。福島県いわき市の妹、えな港の魂のお船、行政丸に感動。